これ次期総理を選ぶですね、自民党総裁選が行われるわけですが、まずはこれ注目の人物を見ていきたいと思います。これ自民党総裁選のですね、まあ、これ今出馬表明している方してない方というのがあるんですが、この政局の報道が増えていく中で、これどのようにお二人は見ているのかというのをですね、聞いていきたいと思うんですけれども、私はもうこれは多分河野太郎だろうと思ってるよ。河野太郎さん、はい、野党と戦う時に菅総理だったら負けそうだったわけだから、で野党と戦う時に絶対勝てるって言ったら、まあ、河野太郎になっちゃうってことですよ、河野太郎がなったら野党はもう消えますねもう河野太郎が一番野党にとってはまずいっていう存在ですよ。だからどこの結局自民党の中だって勝ちたいわけでしょ。もう楽に選挙で勝てるわけだから河野太郎になれば。で私は本当はなんていうのかな、河野太郎はちょっとあんまり好きじゃないんですよね。これ例えば女系天皇容認をそのままやってくれるんだったら私はありがたいんですよ。で私は愛子様が皇太子になるべきだと思ってるから、うん、けれどもこの人この前安倍総理に会いに行って、その点なんか心配なさらないでくださいみたいな感じで言って、これは危うくなってきちゃったんですよね。言わないかもしれない。だって自民党のやつらもみんな団結絶対だから。で脱原発もどうもどんどん自分が権力取るために弱めていってるんですよ。でそんなにすぐさまの話じゃないとか言ってるから、これもちょっと怪しくなってきたな。でワクチンだけガンガン行くでしょうとって話なの。別に私にとってみたら全然それは意味のない話になってくるから。石破さんとは小林さんは割と石破茂とはもう結構何度も対談していて、で親しいんですけど、もう本当にこの人はすごい話を聞く力も話す力もあるし頭いいなと思ってるんだけど、何せ自民党の中でこの人気がないので、なんでこんな嫌われてるんですか。なんか僕はお会いしたことないんで分かんないんですけど、うん、もうとにかく安倍さんと麻生さんは石破のことが大嫌いなんだと。そうなんか後ろから矢を放ったみたいな感じで言われてるわけですよ。やっぱ90年代に離党されてること、一応ね、そう出ていたこともあるしね、うん、で結局安倍政権とかを批判したことがあるから、もう、はいはい、それでもずっとそれがもう残ってるんですよ。だからもう本当に嫌われちゃってて、大体その同じ石破派の中でもみんな親分の言うこと聞かないですよちゃんとっていう状態になっちゃってるから、もうそこがもう本当に問題ですよね。でも私はこの石破茂はどこかで、なんか出てくるんじゃないかと思ってるんですよ。でもあれでしょ、石破さんは河野太郎を応援するんじゃないんですか。そうなんだよ。でそれはもう部下がさ、派閥のそのね子分たちがもう河野太郎がいいって言うわけじゃない。まあでしょうね。だって石破さんだと選挙負けますよね。選挙でやったらちょっとわからないんですよ、そこは。要するに党員票はね、党員票はね、要するに議員選挙が負けるからね。国会議員票は入らないですよね。けどなんかちょっと考え違いしてるんですよ、その子分たちも。結局河野太郎を落ちておけば自分たちも何かの役職にありつけるかなとか思ってるのかもしれないけど、そんな邪魔じゃないよね河野太郎ってさ。もうなんかほとんど人情っていうのないからねまあそうでしょうね。でもむしろその政局で決まっちゃうような今のこういう政治の体制の中ではいいっていうことなんじゃないですか、そういう方が。河野太郎が、はい、いや要するに自民党が勝とうと思ったらそれしかないなっていうふうにわしも思ってるんだよ、うん、わし野党に行ったらもうおしまいだと思ってるから、ね、でも野党だからといって僕は別に菅さんのままやったところでまあ、自民党は大敗とかって言われるかもしれないけど、うん、過半数は維持してたと思いますよ。そう、うん、そこは分からんわしも、まあ、いっぺん変わったことあったじゃん、政権交代になりましたからね、はい、トラウマですよね。まあまあそれは国民の全員はそれはそう思ってますよ、やばいと思ってます。だから横浜市長選で負けたからさ、それでも自民党の議員は全部もう危ないんじゃないかと思ってるから、だから結局こうなっちゃうでしょ、うん。小林さんでも以前立憲民主枝野さんを中心にすごい支援してた時期ありましたね。そうなんですよ。それはね、立憲民主党だから憲法改正するかと思ったのよ。立憲主義で憲法改正するっていうんだったら応援できると思ったのよ。でも全
ったけど普通の左翼だった普通に合計が派だった全く全然ダメだった。あそこはもうわしの大きな勘違い、その透明に騙された立憲というね、立憲民主素晴らしいなそうかと、立憲主義かと、あれは左翼、左翼ですね、合憲派あれ、で今回もあの4党連合でもう一番最初に合憲から始まってますもんね、うん、そのね、あれはダメだ全然、あれでもどうなんすかね、絶対受けないの分かってんのにやっぱりやっちゃうんすね。何を？いやこれだから要はその普通に受けないじゃないですか今。ああこのこの要は民衆にというか国民にこれが受けるかっていうと受けないじゃないですか、うん、受けるようなのってあんまないじゃないですか、うん、まあだって、まあ、ゼロコロナとか言ってるからもう話にならんもん、うん、まあまあそうなんですよ。ああでゼロコロナとかって言ったら最後は大喜びなんですよ。あそうなんだ、うん、そう最後は大喜びだからもうコロナの方で固まっちゃってるから、あだから要はつまりそうか、 SNS の左翼の人って、うん、山本太郎とかしかフォローしてないじゃないですか。ああ分かります、なんかあ山本太郎は私もちょっと騙されたけどね、これちょっと違うのかなと思ってたけどなんだ美味しいじゃないかとかと思ったけどさ結局は、はあ、だからその人たちが要は自分の SNS でフォローしてる人たちがそういう人たちばっかりだから、うん、世の中の全ての意見はこうだと思っちゃってるんですよ。うん、いやもう国民の大半はゼロコロナを支持してるとか、うん、多分勘違いしちゃってるんですよ、うん、多分見えてないんだと思いますよ、うん、それはさ誰もがもうコロナむちゃくちゃ怖がってるからゼロコロナとかって言われたらゼロコロナって本当できるのかなと思っちゃうけど、うん、できるわけがないっていうのがだん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 分かってきたんじゃない、うん、これはもうダメだと、うん、だってウイルスなんかもうバッカバッカだから、うん、人間ウイルスにどんどん感染してるからしょっちゅう、うん、それはゼロコロナでどうやってやるのねんってさ 0.1 マイクロメートルとどうやって戦うのねんってさ不可能だからミクロの形式にならなきゃいけないから、あれ何なんですかね、うん、面白いですよねみんな、うん、もう絶対に不可能そんなことはね、うん、ゼロリスク新法はありますよね。経済回そう経済回そうとしたら全部GoToキャンペーンも何もダメだダメだダメだって言うわけでしょ、オリンピックやろうとしてもダメだって、パラリンピックまでダメだって言ったからあいつら差別主義者だよね完全に。でもこれだから受けないですよね、だから受けないからそれを河野太郎が代表になったらもう一気にもう勢力がギュンと縮まりますよ、うん、これ他の候補にあった場合はどうですかね。例えば今まあ、岸田さんはかなり準備をして、総裁選に臨んでるんじゃないかっていう、いやだけどほら、ね、安倍さんは高市早苗支持するんでしょ、はい、これさいいことじゃないんだけど所詮ポピュリズムなんですよ、うん、まあ、そうです、どうにもならないんですよこれ、本当悪いことなのよ、うん、けれども所詮だってポピュリズムになっちゃうんですよ。そうすると、はい、結局そのスター性が誰があるかとかね、はい、あるいはなんかすごく強烈に印象付けられるやつは誰かとか、うん、そういうことでしかこうもう決まらないんですよ、うん、で岸田さんとかって普通のそこらのサラリーマンかなとかと思っちゃうんですよ、うん、はい、そうすると全く目立たなくなっちゃうし ね、 そうですよね。高市さんはちょっともうダメだよこれは。ちょっと高市さんはもうなんかあまりにも女性なのに、うん、ネトウヨであまりにもその男に媚びすぎてるわけ、うん、それが結局見透かされちゃうよ、うん、これなんだ女じゃなくてもいいや男でもいいやって話になっちゃうから。高市さんここまで右派思想ではなかったですよね、最初その政治に出始めた頃っていうのは。そうだよね、そうでしたよね。ああもう今リベラル系の動きもされてましたよね。でも昔こう交流もあったと思うんですけど、こうどういう変遷 を経て高市さんとこうなったんですか。まあ、やっぱりネトウヨとかがものすごく流行り始めた頃にどんどんそっち行って、そして安倍晋三がネトウヨのこうほとんどリーダーみたいな形になっちゃったから、もう全部安倍晋三の政策でしょ、まあ、安倍のミスミックスから、うん、サナエミックスというふうにも、うん、おっしゃって、でもう男系、絶対みたいな状態で、これやっぱり女性がね嫌うよね、うん、そうするとダメでしょ、まあ、本当皆さんその 女性最初は非常に期待するけれども、うん、高市さんではみたいなコメントされてる方も結構多い、うん、女性であればいいということではないでしょう。女性なのに常に男にこびて権力を取ろうとしてるところがもう見透かれちゃう、うん、そんなにポピュリズムだけどそれほどバカじゃないんだよね、うん、もう結構見ちゃうところは見ちゃってるっていう状態ですよ。だからそれは無理ですよ。もうなんか今から分かりきってるからこれあんまり話しても意味ないのよ。ないの、テレビ毎日毎日これやってるけどさ、はいはい、なんか俺も分かりきってるじゃんこれっていうさ、
まあだから河野太郎になるんじゃないですか、うん、僕なんか河野太郎さんと初めて会ったのロフトプラスワンですけどすごいロフトプラスワンで対談したんですよ、はいはいはい、よく来たなと思いましたけど、うん、このさんでもあの辺のフットワークすごい軽い方ではありますよね、うん、だからこの人はあの脱原発のイベントを開いた時にあのやってきてましたよ河野さん。その時は支持してたんですよ。でも今は結構 SNS とかで積極的にいろんな人と絡んでるから、なんかそういう意味では国民にこう引っ張っていく上というか、ではすごい河野さんはいいのかなっていう私は印象を結構持ってました。うん、だからリーダーシップがあるっていう感覚にするのも一つのこうポピュリズムのやり方だからね、うん、この人はもうグイグイ引っ張ってくれるなとかっていうふうに思っちゃうわけでしょ、うん、ああ、まあでも僕もこの中では自分的にもベターかなと思いますけど、うんうんうん、まあこれはねもうどうにもならないんですよ結局。まあ大体わかるじゃないですか、誰が人気取るかとか、うん、もう分かる話だから、うんうん、岸田さん残念ですね顔が地味だっていう、まあ、あの岸田さんが、おっしゃってるその令和所得倍増計画っていう経済政策というかですね、うん、出てるんですけど、これはいかがですかね、まあ、でこれでどうやってここで所得倍増ができるんだって思いません？思いますね、これに関しても。だってさ、オリジナルの所得倍増計画って何だったか分かります、はい、あれすごく簡単な理屈で、そうそう、うん、要はその建設なんですよね、公共事業っていうか、まあ、まあ建設ですよ、うん、建設ですね、そういうその高速道路とか、そのレッド改造論じゃないけど、うん、その高速道路とかそういったものをバーッとインフラを国がもちろん投入するし、あと住宅ローンですよ、はい、でみんなに持ち家を買わせようみたいな、あと自動車産業でみんなに毎回やらせようみたいな、だって35年ローンとかってね、一括で最初に銀行が金を貸す、うんうん、でなんか普通の人でもサラリーマンでも3000万とか5000万の家を建てるわけじゃないですか、うん、それを要は何千万人がやるわけですよ、うん、一気に、うん、それは倍増しますよね、うん、それであの頃はもう成長が前提だから、もうあの税率高かったですもんね、うん、そう、もう 5% とか 7% とかですからね、うん、どんどん財政出動すればいいんですよ、うん、今もね、うん、それやればあのもうちょっと景気が良くなる、うん、カラーケーキみたいな状態じゃなくて、株だけの話じゃなくて全体に行き渡るにはやっぱり財政出動するしかない。本当は本当でも岸田さんすごく準備はしていて、これ国民を幸福にする成長戦略岸田4本の柱というのがあるんですけど、科学技術立国、経済安全保障、デジタル田園都市国家構想、人生100年時代の不安解消というですね、いう話が出てきて、でもなんかすごい上滑りしてますよなんかすごいこの岸田さんも準備してるって言って、すごくいろんな後ろでもバックでいろんな政策を考えてこうバンと出してるのに、それをこうやっぱり上滑りだよねってなるって、どうなんかそこって誰がどう動いたらもっといい政策が出てくるのかなって逆に思ったんですけど。でもね、それはそのもうそういう人が政治家にならないんですよなバカバカしくて、あの占いの話と一緒で、みんなは占いを求めてるんですよ。